まあ、X レイの。よー、はい、こんばんは、たくまです。一斉です。今回はですね、SMJ さんから出てる、僕たちがいつも使っているパーツなどを紹介したいと思います。はい、まずですね、めっちゃ必需品の、姿のね、ボディマウントパッチです。これはね、0.3mm、10個入りですね。これは最近やっぱ薄いボディばかりなので、変形などによる損傷、ボディの損傷などを防げるものですね。はい、絶対使ってます、これは。もうマジで必需品です、これ。助かってます。それと、あとは、ボディと、バンパーとボディの隙間を、なくすときに使うスポンジですね。これもね、絶対使ってますね。はい、これおすすめです。はい、これは滑り止めテープです。これはバッテリーの下に貼ってもいけますし、シャーシに貼ってもいけます。めっちゃ使いますね。はい、いつも使ってます。はい、これは翼端板です。これは 0.5 と 0.8 があるんですけど、いつも 0.5 を使ってます。はい、僕も使ってます。いつもめっちゃ助かってますね、これ。めっちゃいいです。はい、ということで次はスプリングなんですけど、まあ、僕はいつも普段 X レイの純正のスプリングを使ってるんですけど、まあ、一斉はですね、他社製のものや SMJ さんのものを試していろいろテストしてるんですけど、まあ、X レイのスプリングを使った際に少しちょっともう少し曲がってほしいなとか、もう少し硬いのが欲しいなと思った時に、他社製のものを一斉は使っていますね。まあ、X レイのスプリングを使う時の標準は、まあ、フロントがプログレッシブの 2.5、2.8 で、リアがですね 2.5 から 2.7 の方で調整していくとすごく扱いやすいと思います。ということでですね、いろいろ紹介したんですけど、もうどれもどれも、必需品でですね、すごく便利なパーツなので、皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。そして、まあ、今ね、絶賛あのヤダビアリーナに向けて、あの AOC に向けてですね、準備中なんですけど、まあ、なかなかいい感じに、車の方も方向性がね、分かってきたんですけど、やはりちょっと日にちが近づいてくるたびに緊張してますね。やばいっす。まあ、でも緊張の中にも楽しみがあるんで、まあ、ぜひ、まあ、すごくあの楽しみなんですけど、まあ、勝てるようにちょっと練習しておきます。準備もしておきます。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では。そういえば一斉、 YouTube のコメント欄で先生フォークされてたやん。あー、されてたなあ。確かに、うん、なんか仙台の T さんから一斉には負けないって来てたな。うん、だからまあ負けないようにセットをして、セット出しをして、まあボコボコにします。 T さんよろしく。